ルアハ国立公園は、タンザニア最大の国立公園。2008年に、ウサング動物保護区と他の重要湿地を編入し、総面積約2226平方キロメートルの同国、及び東アフリカ最大の公園となった。ルフィジ川支流のジョンベ川とグレートルアハ川に挟まれた160キロメートル、90キロメートルの公園である。行政的には、 イリンガ州とムベヤ州にまたがり、イリンガ市の西7 0トルに、公園の入り口がある。ルングワ動物保護区、キジゴムヘシ動物保護区、ボミパ原生自然環境保全地域を含む、総面積4万5000平方キロメートルに及ぶ、ルングワキジゴムヘシ生態系の一部を構成する。平均標高は800メートルと比較的高く、タンザニア北部のセレンゲキ国立公園やゴロンゴロ、 保全地域などとは全く異なった風景が広がっている。ルアハの名は公園の南東園を流れるグレートルアハ川にちなみ、道川はサファリの革新である。一年のうち7ヶ月は全く雨の降らない寒気になるため、この川には寒気に動物が集まってくる。公園にはイリンガから自動車でミホソウロを通って訪れることができるほか、空路で、 無線べ飛行場やジョンゴメル飛行場に降り立つこともできる。ドイツ領時代の1910年にサバ動物保護区として指定され、イギリス領タンガニーカが1946年にルングワ動物保護区に改名した。1964年に南部を公園に編入し、国立公園となった。園内では571種類以上の鳥類が確認され、流鳥には最長化がおり、 渡り鳥も多く飛来する。他の特筆すべき動物にチーター、ライオン、ヒョウ、リカオン、ウチハイエナ、キリン、カバ、アフリカ水牛、セーブルアンテロープが挙げられる。2005年よりライオン保護イニットの一つとみなされている。東アフリカと南部アフリカの動物賞、植物賞の移行体にあたる。アカシアの森林とミオンボバヤシの植生会で、 カモシカの住み分けに影響を与えている。野生のイチジクが川辺に生える。動植物が織りなす景観が特徴で、渦巻くグレートルアハ川で、カバが群れをなす光景が見られる。ありがとうございます。